朝鮮総督府定身局は、朝鮮総督府に置かれた外局。朝鮮における郵便、郵便合わせ、郵便貯金、会員保険、船員保険、電信、電話、航路標識、会員要請、発電水力、航空に関する事務を管理し、航路、船舶、会員、電気事業、ガス事業の監督を司った。1905年12月21日。 東館府通信館所管制が交付され、東館府の元に通信管理局が設置された。1910年10月1日、韓国併合に伴い、朝鮮総督府が設置されると、所属館所として通信局が置かれた。1912年4月1日、朝鮮総督府停信館所管制施行に伴い、通信局は停信局に改称した。 1943年12月1日、朝鮮総督府の完成機構改正に伴い、処務、管理、保険管理、保険運用の各課を廃止の上で、総務、通信、貯金保険の参加に再編し、保険契約、保険支払い、保険徴収参加の業務は新設される、保険管理所に移管された。さらに経理課を廃止の上で、会計課を新設し、会示、 航空の2課は交通局に移管されたレンガ作りの形状郵便局1920年頃、現在跡地にソウル中央郵便局が立つ1941年9月1日現在ありがとうございます